しない。こんにちは。皆さんツイキャスしとんね。こんにちは。髪伸びた？短いで、めっちゃ。うん、伸びてない。カットしたし、この間。バックグラウンド再生できんの？バックグラウンド再生。お、バックグラウンドオンじゃなかった。情報窓を表示。オンでそのオンだよな。バックグラウンド消しとったわ。だから消えたんや前。情報窓を表示してしたらこれ、これなんだよ。椅子ない、うん、今日は椅子ないです。え、いつも椅子ないです最近。椅子をね、つけ置いてないですね、うん、マサトね、うん、名前マサトです。いつもツッコミありがとう。いい、とんでもない。うん。あ、こんにちは、ありがとうね。ありがとうございます。これで10回いけるわ。じゃあ2回いけるわ、2回ね、枠を増やせますね。アンテナスクエアってチェーン店。はい。うん。でも名前ちゃうけどね。アンテナスクエアっていう名前はここしかないですね。今のところね、うん、あ、こんにちは、ありがとうね、ルミルミちゃん、ありがとうね、うん、フードくれませんけ、意味わからへんね、うん、意味わからへん、うん、あ、こんにちは、ありがとうね、ありがとうね、うん、お茶おかれと、お茶おかれとばーす、ありがとうございます、お茶おかれとばーす。あ、お茶おきありがとうございます。ありがとうございます。ケーキやっとうね。嫌なこと忘れる笑顔やな。ほんまですか、ありがとう。うん。ありがとうね。うん。あ、ありがとうね。ありがとう。まず見てると幸せになるから、ほんまですか？ありがとう。うん。あ、ありとね。うん。黒髪ショートなんですけど、シルバーにするのいくらくらい？黒髪ショートでシルバーにする。黒染めしてます？そう、黒髪っていうのはそのバージン帽の黒髪なのか、黒染めを入れた黒髪なのか、どちらでしょうか？お願いします。お願いします。お答えください。お願いします。本日も、アンテナスクエア、営業しますか？アンテナスクエア営業しますよ。読めへんけどな。それは営業してない。フレッシュなブラックです。
自然ってことね、うん、ほんならブリーチ2回かな、2回したらいけるから、11,880円から14,170円、その間でいません。なんか髪の毛の長さの長さに応じて値段が変わる、最大14,170円、トリートメントはつけてないので、トリートメントはまだそこに追加してもらったら、隅っこ暮らしありがとうね、うん、ありがとう、うん、アボガード、何アボガード、アパガード、アパガードもなんか薬品かな、それ薬品かな、うん、薬品、なんかの薬品、ありがとう、定期ありがとうございます。スクショしたので招き猫ポーズお願いします、お願いをください、こんにちは、いらっしゃい、キモい、あんまりありがとう、うん、あ、ありがとうね、うん、笑顔ありがとうございます、まずさん、ドイツ戦の感動ありがとう、いや行ってないな、うん、ドイツ戦行ってないな、うん、うん、出たな、ネズミ小僧、意味が分かる、あ、色ね、うん、ネズミ色の服着てるからね、ネズミ色の服着てたら、あの、ネズミっぽいね、うん、コンテナスクエアってどちらにありますか、大阪ですか、アンテナね、うん、こうじゃない、あーね、あ、アンテナスクエアね、うん、前髪良い感じ、うん、良いってあんま言わんやろ、日常の会話で、前髪良い感じやねって言わんやろ、ええ感じやねって言うんじゃん、まあ東京の方やったら、まあ、まあそれは別かもしれへんけどね、うん、カツラ買い、ま、カツラつけてへんな、カツラはつけてへん、ビリカーンもおめでとうね、意味が分からへん、ビリカーン、あのバンダナ巻いてるし、それビリカーンの話お前しか分からへん、僕とはあんまりしか分からへんやろ、うん、コンテナ、いやアンテナね、うん、アンテナ、藤木くんみたいな唇、どれ藤木くんって誰、どの藤木、その藤木やねん、君の友達の藤木か、それとも藤木直人か、それとも藤木、藤木のおっさんか、どれ、サッカー夜中あるけど見る、え、見ないね、うん、夜中見ないね僕、うん、夜中基本僕はあのゲーム実況してるね、やばい、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、ワクチン接種の順番待ちしてるんで、してないね、してないね、これは、うん、これワクチン接種の会場のなんかその敷居に似てるね、うん、いや、 やってないな、うん、ちじまる子ちゃんの藤木くん知らんねん、藤木くん誰や、あのこれかバラオンで人か、あ、ちゃうわアホ、今日何時から2時、何が、何がですか、あ、あれ、いや、あの配信、12時過ぎ、うん、12時半ぐらいかな、12時半ぐらい、うん、絶好調、ありがとうね、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、サッカー、サッカー、サッカー見えへんね、サッカー見えへん、どう大事にしてるの、な、セット面ね、セット面、うん、卑怯なキャラだよ藤木、あ、そうなんや、うん、ワクチン接種予約制ですか、いや、やってないね、ここは、うん、やってない、バッターポーズ見せてください、バッ、うん、どれか、何のゲームやってるの、ビートマニア、ビートマニアですね、ビートマニア、ターンテーブルも転がすのか、はい、ザワザモリはもういらない、うん、なんでそんな男も、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとうね、移動式のお店違うね、誰がやねん、どんな店やねん、お前移動式って、お前こっち見んな、こっち来んな、黙れよ、顔、ぼったくりは犯罪、そうやんな、うん、寒いんで、鍋持ち込んで来店、いやよい、鍋持ち込んで、君、熱い熱い鍋を、その、お前、やけどしますよ、それは、うん、デリゲートゾーン、かゆいの、何の話やねん、何言うとんねん、お前、顔、うん、そこ、中です、部屋の中です、うん、フロアの中です。バレーボールポーズできますか、バレーボールポーズ、
あれよ。こんにちは、ありがとうね。うん、ありがとうね。うん、ありがとう。うん、こんばんは。12月もよろしくね。こんにちはね。ありがとう。うん、初春。うん、初春ありがとうね。バッタやないかい。親の形見、敵。親の敵、親の敵ってどういうことやろ。どういうことやろ。どういうことやろかそれ。うん、弱そうなバレー。別に弱さ強さは別にそのね、何も思いません。うん、スノボやってください、スノボ。うん、お茶もごやかやです。ありがとうございます。ありがとうございます。スンション言うてへん。スンション、スンション、スンション、スンションやろ。誰がわかんねえお前。誰がわかんねえ、うん、差し入れで親鍋とガスコンロいらないですって。それいらないって。ナイス、キモい。ありがとうね。うん、近所の変質者に似てる。ありがとうね。うん、ありがとう。うん、ありがとうね。あ、もうさ、あのすごいわほんま。笹岡さんのポジティブ TV のあのすごいわ。カラー中笑うからやめてくれ。ありがとう。うん、お茶箱は恵まれない子供のために。せやな、まあそういう感じやな。うん、まあそんな感じで僕はどん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 ね、あのやっていこうと思いますよ。うん、グラゴ食べてないです。昨日ね、マクド行ったんですよ。ほんまでもマクド行ったんですよ。でも照り焼きバーガー食べたいと思ってグラコロ見えたんですけど、チラッと見えたんですけど、いや照り焼きバーガーやなと。照り焼きバーガーが見てると、こっちはもうものすごい見てると。うん、ね、もう頼むわと言ってるんです。照り焼きバーガーも頼むわと言ってるんですよ。行くしかないやもそれは。うん、お茶おけありがとうね。100ありがとうね。ありがとう。うん、ありがとうね。うん、褒めてないのに。やば、あ、ほんま。うん、オス、オラも悟空。いや君はあの悟空じゃないと思うで。うん、僕も悟空ちゃうし、オラもって言われても、もって言われても、僕まず悟空言うてへんし、うん、この美容室は、壺買わされへんねん。壺売らへんわ言うてんねん君。バンズ抜きで頼んだ。バンズ、バンズ2倍にもしてないです。バンズ2倍にもしてない。うん、安占いまだやってますか。やってない。まずやってない。安占いやってない。うん、生しても意味わからへん。宮形に似てる。あ、ほんまありがとうね。うん、ありがとう。うん、徳島行ったら何昼何食うの店あ知らん。あるわろ、それバカにしすぎやって。それバカにしすぎやって。それね、うん、ハンコです。意味わかんない。今日パンティ履き忘れて封印で出社してもいいお前は。まずに、まずね、チンやのにパンティ履くの。もともと、もともとね、そっちやのにメンズやろ、メンズやろ、パンティ履くんすか。おかしい。どんな、どういう根性してんの。はみ出へんかそれ。あのおかしになるやんそれ。北極そんな格好で大丈夫な。北極行けへんねん。うん、北極行けへんねん。金ってない。こんにちは。あれとね、うん、大丈夫、大変やな。何が、うん、今日飲みに行かないです。飲みに行かへん。スタンプカード貯まったら金のエンジェル1枚 もらえないです。もらえません。うん、月曜日から夜更かしいつ出ますか。出ません。うん、出ないわね、出れるのならば出たいわ。うん、ね、そのパーティーのどっかが持って、いやこの近所ですよ、すぐ近くよ。うん、あ、もうすぐブラジル行くのか。寂しい、行かね。うん、イノシシどうなった。イノシシおれへんねん。イノシシ昨日ありがとうございませんでした。意味わかれへん。なんで飲みに行かないの。飲めへんもん、お酒飲めへんもん。お酒飲む人やったらええよ。あ、行こうやとね。あ、行こうよとね、いけるよ、ね、僕いかに飲めへんもん。頭おかしになるから飲めへん。雪降った言葉おかしいね、お前言葉 あのイントネーションおかしいね。雪降ったお前、かどこの国のやっちゃうお前ね。うん、いやソフトドリンクでいいやん。いや何が、何を言ってんねん。うん、サイダー飲みに行こうて、飲み行こうて、お前ちゃんと喋ろうか。なんか飲み行こうて、飲み行こうてって、お前そのなんかあのそういう
ご飯みたいやお前、飲み行こうって食べるって、ちょっと飲み行こうって食べるみたいな、飲みそれ無理あるわ、無理あるわ、おそれはどうぞ。店長ブギ意味不明、今日も絶好調カミカミやん、米早い早い、ほんまそれ、ほんまそれ。でもねコメントねいっぱいいただいてありがとうね、うん、ありがとうね、うん。ね、毎年恒例の鎌倉キャンプ配信いつもせえへん、いつもそんなせえへん、うん、ね、鎌倉キャンプ配信いつもしてない、ね、いつもヨドバシカメラ行くぐらいアホか、うん、今日も元気安心するええわ、ありがとうございます、ありがとう、うん、匿名切っても別に匿名切りたいと言うてへんな、うん、でも見てくれてありがとうね、デコメール送信してありがとうね、うん、そうやな、一緒に焼肉行くときは役担当に してあげる、僕が、僕役多分食べられへんやん、なら僕焼いて、あの言うたらどん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 渡すのかいな、んで僕食べんでええからお前焼いとけと、お前焼いとけと、ああ分かりました焼くんでよって僕焼いとくと、そんな食べられへんやん僕、こんな役担当にしてそのまま食うてええか、役担当にしてそのまま食うてええか、君には行かないようにね、僕焼いてそのまま食うていいか、全部ほんなら君に行かへん、うん、ありがとうね、うん、ユキもありがとうね、今日調子ええな、ありがとう、ありがとうね、うん、今日珍しく、いやそれね失礼やで君それね、失礼、うん、匿名さんも面白いし盛り上げてくれるもんね、うん、すごいわ、ほんまにエコバッグありがとう、あげてへんね、うん、あなたにエコバッグあげてへん、二度漬け禁止は大阪だけ、いやそれ分からへん、あのね違う地方でも全然二度漬け禁止ちゃうの、あんまそのね箸つけて、箸じゃないわね、こうね串カツをかじった後にもう一回つけるの嫌やろ、どこのあの県でもね、スンションスクショとスンション似てます、似てないね、似てない、うん、似てないな、もう辿り通すよマジでそれは特段優しいね、ほんまに、うん、相変わらずおもろいな、ドフラミンゴの朝食どうなんや、ドフラミンゴぜひな、急に黙んのやめて、うん、ありがとうね、日本で一番、目立つ髪型にしてください、あなたを、僕があなたを、うん、どっちやろうか、じいちゃんが入ったお風呂の後入れない、そんな感じ、意味が分からへん、何の話で、何の話や、ミキティみたいな感じで思いっきり叫んでみて、無理やな、うん、叫んだ見てってお前日本語まずおかしいで、お前ね、日本語まずおかしいね、うん、今日かっこありがとう、うん、何の霊感商法のお店、違うね、霊感商法のお店してないな、うん、ちょっとハゲててもパーマ隠せますか、あーもうかけ、それはもう全然大丈夫ですよ、うん、だからその髪の毛の毛量にもよるけどね、うん、毛量にもよります、うん、そのあのね、あの薄くなってる加減にもよりますしね、うん、突撃の笑顔ください、高島屋に見放されたの、いや別にあの全然あの多分まず僕のこと知らんやろそれは、うん、どうしてみて今無理やな、うん、無理やな今、うん、気持ち悪い、ありがとうね、うん、見てくれてありがとうね、ストッパーかけた後にショートにしてもらえますか、ストッパー後にして当てた後にショートにして、あそれはいいんちゃいます、くせ毛ってあの髪の毛長かったらこうしっかりねアイロンで多分伸ばせるんですけど、短かったら伸ばせないからね、しっかりアイロンにプレスして綺麗にしてからカットするっていうのはよくあるので、うん、ストッパーかけた後に坊主してくださいはバカですよそれはね、うん、ちょっと差し色に、差し色に赤色すると吉、
え、何占い師系あなた。マツエコのデザイン教えてください。え、まあ C カール、D カール、L、J カールありますね。うん、でもまあ詳しいことはマツエコの方じゃないと分からへんから、まあ、あまりこうね、あの中途半端なこと言われへんからね。巻きタオルもお願いします。巻きタオル？ん？はい？何の話やっけ？応援されとね。私もくせ毛でほっとくとアフロになります。え、すごいくせ毛であってね。うん、賢そうな人ね。うん。カラーした後にスキンヘッドもなし？うん、それは、あの、何？そのお金の無駄遣いと気づかないかな。うん。お金の無駄遣いしてると気づかないかな。うん、カラーしてるのにそれを全部スキンヘッドしてるわけでしょ。うん、ヘイカールも意味が分からへん。うん、別にあの別に出そうじゃないです。うん、スクショしたいんでラーメンを笑顔ですするポーズください。笑顔でラーメンすする、笑顔でできるかお前な。できるかお前。そんな顔どんなやろ。そんなおる。ラーメン笑顔でする人っておれへんやろか。それお前カットとカラーってどっちを先にするの。カットやな。うん、100均に売ってる髪切るハサミおすすめ。全然パンチ富永に似てないやろ絶対に。いっちゃってる。一緒妖怪かよ。ありがとうね、見てくれてな。うん、ありがとう。うん、ぎこちないな、まだ。いや、またって何それ。それ試練があんの？笑顔であのラーメンすする試練があるんですか？それ検定があるんですか？うん。秋秋スクエアまさき。いや、秋秋ってやめようか？うん。秋秋ってやめようか？うん。チレ。うん。口悪いな。うん。口めっちゃ悪いな、自分。ワインディングってワイン飲む？飲めへんわ。ワインを飲むディングっすか？ワイン飲むディングスか。面白いね自分。もう頼むわ、もうほんまに出直せ。いや、ありがとう。うん、まだ店の中に入れないの。いや、店やな。うん、店の中で、ね、ここえエア君晩ご飯食べへんね。稲垣吾郎の好きな、ところ一つ言ってください。好きなところ。謙虚なところちゃう。このしゃくれマンボウどういうことやろうか。うん、しゃくれマンボウやろ。しゃくれマンボウじゃないの。今日元気いっぱいですね、マサオ。ありがとう。うん、タンクトップで仕事せんかい。何しとんねん。タンクトップで仕事せん、嫌やろね。施術してる時にあのね、おっさんの脇とか見えたら嫌やろそれ。ワインディングにも、いや、ちゃうやろ。なんかちゃうやろそれ。なんシェーディングやったっけ。な、何スパンディング、何ディングマンにもやったっけ。ファインディング、ファインディングか、ファインディングにも。え、分からへんわ。けん玉ポーズできます。けん玉とかポーズあんの。けん玉こうじゃん、ポーズ。けん玉こうじゃん、ポーズ。ベンベンクマ何もすんな、ギザル。何もすんな。それは顔だわ。誰かにワインディングしてワイン飲もうって言って、いや、せえへん、せえへん。ベンベックマンの真似してるんですよ。ベンベックマンって言われたからな。うん、ベンベックマンって言われたら、あの期待に応えなあかんやんか、ね、ベンベックマン言うてるわけですから、ね、だから期待に応えなあかんなと思って。何もするな。似てるね。似てへんやろそれお前。似てへんやんそれ、ね、ジャンボリミッキー踊ってほしい。ジャンボリミッキーが分からへん。お前が何もするな。死にかけのベンののベンベッ、お前脳があのカタカナになってるからノベックマンになってんだよお前なあ。うん、スパイダーマンと戦う敵。うん、
後ろの、いや違うよ、僕の話で笑ってないじゃん、うん、それは、うん、ミスタービーンお願いします、ミスタービーンお願いしますってことだよ、ミスタービーン、なんかこんな感じじゃん、ミスタービーンってミスタービーンの動き忘れたわ、うん、ワールドカップ見てないですよ、うんうん、フラミンゴの真似して、フラミンゴは分からへん、何がやねん、ミスタービーンのなんかおるやん、そういうの、うん、ね、うん、動き鬱陶しいわ、ありがとうね、うん、大ミスタービーンの真似やね、うん、あんた頭大丈夫、大丈夫ですよ、全然ね、考えれてるし、あなたたちのコメントを読める、大丈夫よね、うん、ね、うん、おちゃらけじじいやんけ捕まった時の痴漢、それやばいな、うん、それは、うん、痴漢使う時この運動おかしいやん、今日だけですよ、先生がなさってくれるのは先生がなさってくれるのは何言ってんの、ハサミ持つ手やって、ハサミ持つ手やな、うん、爽やかな髪になったね、うん、あれとね、うん、これじゃあアルバ T さん、うん、似てる？何似てるって、そんな動、そんなに動けたら捕まってないわそうなんかな、動かれへんけど、うん、中、それ言うなよ、言うな、うん、言うな、うん、コメントでそれ言うなって、響くやろ僕の声ね、うん、言いかけたやな、うん、歌いとんね、ありがとうね、うん、応援したもん、ありがとうね、うん、ありがとうね、犬のマネみたいなハサミの持ち方だったかな、犬のマネ、ガチの仕事ね、ガチの仕事です、うん、仕事よ、うん、おっさんなってるけど、まだお兄さんやの、まあおっさんですよ、今日、孫生まれます、祈ってやってください、右上燃えてるけど大丈夫、燃えてないっす、燃えてない、ここ燃えてへんねん、燃えてへん、実はずっと前から好きでした、今は普通です、やめとけ、うん、やめとけ、それは接客するベンベッグマン、では何しましょうか、白髪は生えへんの、生えへん生えへん全然、うん、でも大きなパッターになる癖、うん、今みんな